皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。子どもの苦手を知るためのお母さんの社会の授業、今回は時差と時刻についてお話しします。ここに地球を北極の方から見た絵、これを描いてみました。太陽がこちら側にあって、太陽に照らされているこちらが昼間、反対側が夜になっています。この地点が朝6時の時、ここは昼の12時、そして夕方の6時、こちらは夜の12時、こうなっています。このように地球上では場所によって時刻が違いますよね。この時刻の差のことを時差と言います。で、世界の時刻の基準になっているものがあります。これはイギリスのロンドンを通る経度零度の線、これ本初子午線と言いましたね。この本初子午線が世界の時刻の基準となっています。地球は1日1回転自転をしています。自転というのは地球が自分でくるっと回ることですね。1回転自転していると。で、角度で表すと1回転ですから360度回っていると、こうなります。1日は24時間なので、この360を24で割ると1時間に何度回っているかが分かりますよね。360割る24、これを計算すると15になります。つまり地球は1時間で15度回転していると、このようになります。つまり経度が15度、これで1時間の時差が生まれているということになります。この経度を表す線、経線と言いましたよね。この経線は地図でこの縦に引いてある線のことです。そしてロンドンを基準にして、これ地球このように回っているんですけれど、今ロンドンをこの朝の6時とした時、この東側の時刻を見てください。こちら側は昼の12時になっていますよね。ロンドンが6時、ここ昼の12時、東の方が時間が進んでいるんですね。ですからロンドンを基準にして東に行くと時間、時刻は進みます。逆にロンドン朝の6時、ここの部分、こちら側が西ですけれど、西の部分、ここ夜の12時、これからね、朝に向かって進んでいくということなので、ロンドンより時刻遅くなっています。つまり西に行くと時刻は遅れる、このようなことがわかります。この経度の線、東に180度、ね、東経180度、西に180度、西経180度、この経度180度の線のところでちょうど時間が24時間ずれちゃうんですよ。ですからここに日付変更線という線が引いてあります。これを東の方からね、西経の方にポンと渡るとき、時間が1日戻ります。逆に、ね、西経の方から東経の方にポンと渡るとき、1日時間が進むんですね。でもこの180度の線ぴったりに線がスッと日付変更線あるわけじゃなくて、実はね、経度180度の線に沿って日付変更線があるんですけれど、国とか地域、この境に合わせてちょっとデコボコに引いてあります。で、皆さん興味のある人、ね、地図を見てこの日付変更線どんな風に曲がっているのか確認してみてください。では次は、時差と時刻の計算の方に移ります。日本の時刻を決めているのは兵庫県明石市を通っている東経135度の線です。で、この兵庫県明石市、これもテストによく出るところです。この漢字ですね、明るい石です。時々赤い石
と、書く人がいるんですけれど、この部分ちょっとねお子さんに確認しておいてください。この赤獅子、この135度の線なんですけれど、これをもとにイギリスとの時差を考えます。イギリスは本初子午線、経度0の線ですから、日本との経度の差135度ですよね。で、時差って経度15度で1時間ですから、この135を15で割ります。そうすると9時間になりますね。イギリスより日本は東にあるので、イギリスより9時間進んでいるということになります。日本はイギリスより9時間進んでいると。で、イギリスが3月15日の午前8時の時、日本はこれに9時間を足してあげてください。そうすると同じ日、3月15日の午後5時、ね、こういうふうに計算できるわけです。では別の問題やってみましょう。1、エジプトのカイロは東経30度です。日本との時差は何時間ですかと。私はこの時生徒に数直線を描かせています。この最初の方で見せたこの丸い絵でもいいんですけれど、それだと時々迷っちゃう子がいるので、数直線で考えさせます。イギリス0度と、で日本はこっちまだ東ですよね、東で西で、日本は135度と、で回路は東経ですから東の方に30度とこうなります。で日本と回路の差ってこっからここまでですよね。ですから135-30を計算すると105ですよね。日本と回路の経度の差は105度です。この105を15で割ります。そうすると7となるので、日本とカイロの時差、これは7時間、これが答えになりますね。で、日本はカイロより東にあるので、カイロより時間が進んでいます。ですから、もし、ね、日本が3月15日午後5時の時、カイロは何月何日の、ね、何時ですかと聞かれたら、その時刻から7時間戻るように計算すればいいわけです。迷っちゃう子には、丸い時計の絵を描かせて、それから7時間戻るような、ね、指導もしています。2番です。ニューヨークは西経75度です。日本が4月2日午前9時の時、ニューヨークは何月何日の何時ですかと、こういう問題。これも同じように、ね、数直線を書きます。ロンドン0度、日本はこれ東、東経135度と、ニューヨークは西経西ですね、75度と、日本とニューヨークの経度の差はここからここまで、これですからこの2つの数字を足せばいいんですよね。75+135というと、これで210。じゃあ時差何時間か調べましょう。時差というのは経度15度で1時間違いましたから、210÷15、これを計算すると14ですね。つまり時差14時間です。で、日本が4月2日の午前9時の時、ニューヨークは日本より西にありますから時間が戻るんですね。つまりこの時間より14時間戻ったのがニューヨークの時間ということになります。そうすると14時間ですから、もうこの午前9時から戻っていくと前日になってしまいますよね。と、4月1日ですね。で、戻って計算すると、これ
午後7時とこのようになるわけです。このように数直線を書いて考えると、ね、この経度の差どのくらいあるかっていうのがとても見やすいので、僕は、生徒たちにこう進めています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。